皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ミミズフォーラムの UM773 桜エディションになります。桜エディション。こちらなんと春らしい桜の絵がプリントされているミニパソコンになります。かなり可愛らしい感じね。ということで今回はこちらの UM773 桜エディションをいろいろ見ていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではまずこの UM773 の販売ページから見ていきましょう。こちらなんですが、すでに UM773 ライトトというモデルが発売しており、そのモデルチェンジ版となります。まずはベアボーンキット、これはメモリやストレージ、OS が入ってないものになるんですが、こちらが62,120円となります。あとはメモリとストレージの容量に応じて、84,520円、92,520円、105,20円と変動していきます。この価格差だと、メモリ 16GB プラス SSD 512GB が一番良さそうですね。メモリやストレージ、OS を持ってる人はベアボーンキット一択になるかと思いますが、そこから下はこの UM773 の特徴が書かれていますね。後ほど実機で詳しく見ていくのでサクッとホームページを見ていきましょう。桜エディションのものはピンクが多めの画像で掲載されています。かなり可愛らしいページになっているわね。今回こちらのパソコンにはライゼン 7735HS が搭載されています。7000番台の AMD のノートパソコン用 CPU は全通から全方まで入り乱れているので、かなり複雑になっているのですが、今回のライゼン 7735HS は全3プラスとなり、今後出てくる7000番台シリーズの中では真ん中あたりのスペックのものとなります。ただ、こちら今年の1月末に発表されたばかりの CPU なので性能とかも気になるところではありますね。公式スペックは8コア16スレッドで TDP54W、基本クロックは 3.2GHz、ターボブーストは 4.75GHz です。内蔵 GPU は RDNA2 アーキテクチャーの AMD Radeon 680M グラフィックスが搭載されています。AMD の内蔵グラフィックは性能が高いものが多いので性能は気になるところですね。USB4 も搭載しているので、ケーブルが少なく済むのもいいですね。USB4? USB4 とはデータ転送速度が最大 40Gbps の高速転送が可能となります。ただし、転送速度が最大 20Gbps のシングルレーンと、最大 40Gbps のデュアルレーンの2種類が存在するので、コネクタやケーブルの種類によっては、40Gbps の転送速度を利用できないこともあります。他には最大 100W の急速充電や映像出力にも対応しています。あれ、これってサンダーボルトとは違うの？サンダーボルトは Apple と Intel が共同開発した通信規格で USB4 とは違うのでご注意ください。他にも 8K60Hz にも画面出力が可能だったり、5V3A の出力も可能となっております。他には液体金属の使用やヒートシンク、画面出力などのことが書かれています。気になる方はぜひ概要欄からホームページをご覧いただければと思います。では実際に開封をして中身を見ていきましょう。シュラララ。それでは開封をしていきます。箱には桜と富士が書かれていて日本を意識したパッケージになっていますね。桜って咲いている時はすごい綺麗でいいわよね。散った後の花びらはすごいですけどね。ということで外側のビニールを剥がして開封をしていきます。可愛らしいパッケージを横にスライドするともう一つの箱が出てきます。おそらく UM773 の外箱の上に桜エディションの外箱をつけた感じですね。またこれがきっちりしていてなかなか取れません。ということで中箱が出てきました。ではさらに開けていきましょう。手前のベロを外して、オープン。まずは初期セットアップの用紙とかもろもろが入ってました。初めて使う人は読みましょう。その下に本体が入っているのですが、こちらは後回しにして先に付属品から見ていきましょう。内蓋を開けると付属品が入っていました。まずは HDMI ケーブルが入っていました。持ってない方もいるのでとりあえず1本入っているだけで助かりますね。続いてはスタンドになります。こちらは本体カラーに合わせて、スタンドもピンクとなっております。本体に合わせてスタンドも色を合わせてくれるのはいいわね。こちらのスタンドを使用すると、右上のような置き方も可能となります。ゴムが外れやすいのでご注意ください。あとは AC アダプターが入っています。こちらは 19V6.3A の 119.7W 出力のもので、PSE マークもきちんと記載されています。アダプターの根元が梱包で少し折れ曲がっていたのが気になりますがとりあえずこのまま使用してみたいと思います。こちらはモニター取り付け用のブラケットになります。ミニパソコンをモニター裏に取り付けて運用可能なのはわかるんですが、今回のこの機種的にはモニター裏よりもデスクに置きたい気がします。最後に SATA ケーブルと取り替え用のゴム足が入っていました。2.5 インチの SSD を増設したいって時はこちらを使用します。付属品は以上になります。
では続いて本体も見ていきましょう。内袋からも桜がすでに目立っているわね。ですね。ということでこちらが本体となります。かわいい。ちょっとかわいすぎじゃない。これ私にちょうだい。あ、撮影終わった後でよければ。ということでこちらの桜エディションですが、桜は立体的なプリントをされています。かなり春らしいパソコンですね。それではパソコン全体を見ていきましょう。まずは大きさから。公式ページには約 128mm と書かれていたのですが、実際に測定をしてみました。実際は縦は 127mm で、横が 128mm でした。微妙に縦の方が短いみたいです。1mm 差ですけどね。続いて高さですが、ゴム足のあるところで 48.8mm で、ゴム足のないところで 46.7mm でした。このぐらいのサイズならデスクに置いても邪魔にはならなそうですね。続いて重さも測ってみたところ、660g でした。持ち運びできる重さですが、ミニパソコンって実際に持ち運んで使ってる方いるんですかね。続いてインターフェース類を見ていきましょう。まずは前面から。左から CMOS クリア、電源、イヤホンジャック、USB4、USB-C、DMIC となっています。USB ですが、先ほど話した USB4 は左側で、右側は USB3.2Gen2 となります。なので右側の最大転送速度は 10Gbps で、データ転送のみのポートとなります。続いて背面です。左から電源、2.5Gbps Ethernet、USB3.2Gen2 Type A が2つ、HDMI が2つ、USB2.0Gen2 Type A が2つとなっています。ここら辺は必要最低限のものが集約されている感じですね。では次は実際に動かしてみましょう。シュラララ。それでは電源やもろもろを繋いだので早速動かしてみましょう。スイッチオン。せっかくなので Windows のセットアップ画面までの時間を見てみましょう。約6秒でロゴマークが出てきました。初期セットアップの画面が出るまで約26秒かかりました。ここからは Windows の初期セットアップを済ませていきます。こちらがタスクマネージャーと CPU-Z になります。ノート用 CPU とはいえ8コア16スレッドはやはりすごいですね。アーキテクチャーは6ナノメートルとなります。続いてはメモリです。DDR5-4800 の 8GB が2枚搭載されています。ノート用の DDR5 メモリはまだ使ったことがないので、性能や速度が気になるところではありますね。続いてはストレージ、キングストン製の 512GB が搭載されています。こちらは速度を計測してみましたが NVMe Gen4 のストレージが載っているみたいです。気持ちライトが少し遅いですが、これならかなり快適にデータ転送等もできるかと思います。そして最後に内蔵グラフィックです。こちらは初期状態でメモリが 2GB 割り振られているので、メモリは 16GB から 2GB 引かれた 14GB となっています。ではここからはこの UM773SE の性能を見ていきたいと思います。果たしてライゼン 7-7735H はどのくらいの性能なのか。それでは行ってみましょう。シネベンチ R23? まずは CPU の性能テスト、シネベンチ R23 からやってみます。ノート用 CPU だけど結構早いわね。ですね。では結果はこちら。今回はせっかくなので以前ミニズフォーラムさんからいただいた UM580 ライゼン 7-5800H の結果も合わせて見てみましょう。ソフトによって UM580 で測定していないものもあるのでご了承ください。マルチのスコアは 12,372 と 13,392、シングルは 1,558 という結果となりました。全世代のライゼン 7-5800H と比べると1割以上スコアアップしてるのがわかりますね。確かにスコアはかなり上がってるわね。でも温度とかも上がってるんじゃないの。では温度とかも見てみましょう。マルチの最高温度が 75.4 度と 70.3 度、アイドル時は39度という結果となりました。え、5800H より冷えてるじゃない。そうなんです。温度が 5800H と比べると10度近く下がっていて、なおかつスコアが1割以上アップしてるのでかなりすごいですよね。 5800H は Zen 3アーキテクチャーで、 7735H が Zen 3プラスアーキテクチャーの差が出た結果かと思います。アーキテクチャーの差ってすごいのね。では続いてゲーム性能も見ていきましょう。ファイナルファンタジー14。設定はフル HD で最高品質、高品質デスクトップ、標準品質デスクトップで行いました。見切れていますが一番上が GPU、その下が CPU となっているのですが、GPU は 100% に張り付いていますが、CPU はまだまだ余裕がありそうですね。では結果を見てみましょう。まずはスコアから、最高品質5345、高品質5609、標準品質8372という結果となりました。こちらも全世代の 5800H に比べるとかなりスコアが上がっていますね。おお、これは確かにすごいわね。
こちらは平均 FPS と最低 FPS になります。平均 FPS は上から37、38、59、最低 FPS は24、23、35という結果になりました。スコアは上がっていますが、ゲームをするとなると標準品質がギリギリできるかなって感じはしますね。まあでも内蔵グラフィックで FF14 が設定次第でできるのはなかなかすごい気もします。では次行ってみましょう。ファイナルファンタジー15。こちらもフル HD で高品質、標準品質、軽量品質で行いました。FF14 に比べるとやはり FF15 は重いんですよね。では結果を見てみましょう。まずはスコアから、上から2316、3333、4228という結果となりました。FF15 ベンチマークに関しては全世代のライゼン 7500H の約2倍のスコアとなりました。スコアは確かに上がっているわね。でも気になるのは FPS ですよね。結果はこちら。平均 FPS は上から22、33、41、最低 FPS は9、26、29という結果になりました。スコアは確かに上がっているのですが、さすがにこの平均 FPS だと遊ぶには厳しいかもしれませんね。まあでもこれ、内蔵グラフィックですからね。確かにグラフィックボードを積んでいるならまだしもね。では次。フォートナイト。まずは FPS ゲームのフォートナイトから、設定はフル HD のパフォーマンスモードでやってみました。地上ではだいたい 100fps ぐらい出ているので、ちょっとフォートナイトをやってみたいという方にはいいかもしれませんね。ガチガチにやりたい人はぜひグラフィックボードのついたパソコンをお使いください。まあでも 60fps を超えるのはすごいわね。ですね。では次。バロラント。今 FPS ゲームの中で一番人気のバロラントもやってみました。普段やらないので設定が何がいいのかわからなかったので、フル HD で設定は全て高にしてやってみました。普段あんまりやらないのでかなり下手なんですが、FPS は高設定でだいたい55ぐらい出ていました。設定を下げればこちらも 60fps は安定して出そうですね。もうこのゲームやらない。あんたが下手なだけよ。Apex Legends。ではゲーム系最後に Apex もやってみました。まずは射撃訓練場での爆破実験。最低 FPS は49まで下がりましたが、平均で60近くまで出ていました。実際の戦場にも行ってみました。こちらは最終局面での状態です。地上に降りてからここまで結構戦闘を行いましたが、平均 FPS が80台となかなかの数字が出ているかと思います。もちろん、マップや状況によって変動をするものなのであくまで参考程度に見ていただければと思いますが、内蔵グラフィックで平均 FPS が60を超えるようになったのには正直驚きました。というのも前に、Ryzen APU で Apex の平均 60fps をどうしても超えたくて動画にしたことがあったのですが、その時はデスクトップ版 CPU でギリギリ60を超えられなかったのですが、まさかこんなにも早く内蔵グラフィックで超えてくるとは思っていませんでした。確かにこれもちょっと Apex やってみたいって人にはいい性能ね。ですね。ということで味方が上手だったのでちゃんぽん取れました。動画エンコード。最後にフィモーラを使って 4K 5分動画を再エンコードさせてみました。結果は7分20秒で再エンコードができました。4K 5分の動画を7分で再エンコードできるならなかなか良さそうですね。シュララ。はい、ということで今回は、ミミズフォーラムからこの季節にバッチリの、UM773SE のご紹介でした。桜エディションなかなか可愛かったわね。可愛いもそうなんですが、その可愛さでこれだけの性能なら、ミニパソコンとしては十分すぎる性能じゃないかなと思います。確かにゲームをしたいというよりもオフィス系とか動画を見たいとかいう人にも十分ね。ということで本日はここまで。このミニパソコンが気になる方はぜひ概要欄から詳細をご覧ください。この動画が少しでも参考になったらぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またねー。